12球団最後の危険球退場を発表します。こちらです。中日2022、柳、巨人2022、大江、ソフトバンク2022、笠谷、ロッテ2022、ゲレーロ、オリックス2022、山岡、西武2021、渡辺、ヤクルト2021、スアレス、楽天2021、高田、横浜2020、砂田、広島2019、蟹江、阪神2019、島本、日ハム2019、ロドリゲス。ほとんどが当てられても痛手がない選手だな。オリックス3人もおってくさ、割とまんべんなく当てられてるな。藤浪の名前がない。ファームでは退場もあるが、笠谷は初球やったっけ。新型コロナウイルス感染症が流行る前から現在まで更新されていない球団3社あるのか。大勢退場ごめんよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。